12月4日金曜日、時刻は11時33分を回りました、うん、インターネット放送局 C ウェーブ、足立経済新聞、女神でいいとも、 MC の、はい、千住の由美とママダンサー弥生が、お送りいたします。今日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。いや、ゆみちゃんなんか久しぶりだね、はい、この隣に座って MC するの、ね、久しぶり、元気だった、元気で前回はね、あのママフェスのね中継っていうことで、ここでスクリーンで超ドアップで頑張ってくれたんだよねいや、あれはもう放送事故で喜んでたんじゃないかないやもうこの人はかぼちゃのプリンが美味しいことを伝えたかったんだねって、うん、よく伝わったよ、それ見た人から言われました、うんうん、ね、美味しそうだったよいやでも、うん、あれすごい人でしたよね、すごい。私も後から、うん、あのママテレの取材で伺ったんだけど、ちょうど弥生ちゃんと入れ替わっちゃって、うん、あ、そうだったんですね。でもあのここにいるママ記者さんたちたくさんお目にかかれて、うんうんうん、ね、すごいいい会場でしたね。本当すごい人で、うん、なんかその辺のことも後でね、うん、皆さんにいろいろ伺えたらいいななんて思ってますが、そうですね、うん、なんかね、はい、私たちちょっと浮かれた格好しちゃってて、とりあえずそこもなんか謝っといた方がいいのかな、いやすいませんなんかね、もう12月っていうことで、ね、あっという間にね、クリスマス、そうそうそう、年末ですけど、ねね、年賀状とかやりました、あ、年賀状を、うん、もうオーダーしましたよ。あとはこう手書きで、あの、まあ、住所はいつも手書きで、あとコメントは手書きで入れてますので、はいはいはい、やらなきゃなと思ってるんですけど、はい、うんうんうん、やってる、やりました、昨日、うん、昨日やりました、すごい、どんなのどんなの写真を入れて、うんうん、はい入れた自分で作って、いやでもそうですね、うん、でオーダーして、うんうんうん、はい、あとはこの時期やっぱりインフルエンザの予防接種とかされる方多いんじゃないですかね、した、しました、一応めっちゃ痛かった、あ、本当、いくらだったなんかいきなり料金聞いちゃうけど、うちがやったところは4000円でした、うん、4000円、え、うん、お子さんとかは、子供は3500円でした、うん、あ、そっかそっか、でも家によって違うんですよね、 それ結構気になってるママさんいると思うので、なんか確かにこれよりも安く売ったの知ってますよって方いらっしゃいます、あ、3500円、あ、大人の方で3500円、あ、はい、いいですね、お子さんはおいくらでした、はい、奥さん3000、はい、あーあー、そうですよね、うんうんうん、なんかでも効き目がね強くなってきてるみたいなね、今まではなんかちょっと賭けみたいなところがあったけど、今回ちょっと両方ね、あ、なんか、ね、そうみたいですね、ワクチンが1個増えただか増えないだか ね、 ですよね、そんなこと言ってましたよね、はい、でもとある記者さんのあのブログによると、なんかね中学生とか効かないとかね、あと6歳以下も効かないとかね、そういう情報なんかもね教えてくださったりとかしてて、なんなんでしょうね、情報がいろいろあって、そう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 、まあ、信じて打っちゃいましたけど、はいはい、私まだやってないんで注射嫌いだからですよ、そう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 頑張らなくちゃなと、はい、うん、ね、でもクリスマスの格好してるから、せっかくだからクリスマスの予定なんかも聞いちゃおうかな、クリスマスはですね、うん、元気にダンスを教えてます、おー、さすがさすがダンスパーティーみたいな、いやー、でもまあなんか、うん、そういう曲で踊れたらいいかなとは思うんですけど、ゆみさんは、うん、もう私もイベント大好きなので、まあ、はい、パーティー三昧、あとイルミネーションイルミネーション見に行ったりとか、イルミネーション関連でなんか踊られるっての聞いたんですけど、うんうん、あれか、足立区のいいじゃないですか言っちゃって光の祭典で、12月13日になんかまああの、はい、付き合いから始まったダンスなんですけれども、はい、まあ、ステージに立つことになったので、なんかもうちょっとなんか変なもの見たいなって思うことはあの暇だったらいらしてくださいいや、まあ、実際にあのキッズなんかも踊るので、あのママは見なくてもいいな、あの子供たちのあの子を見てもらえたらまあいいかななんてねあ、そうです、元富士園公園、ぜひ教えてください、うん、足立区ですごい大きなイルミネーションがね、光の祭典がね、はい、竹の塚のね駅前からずっとね、うんうんうん、あの元富士園公園までね続いてるんですよね、うんうん、
なんかその辺もね記事でね、ご紹介させていただけたらななんてね思いますね。本当ですね。だってね、足立区の大きなイルミネーションってあんまり聞かないけど、そこは毎年でもなんか綾瀬のさ、なんかさ、ね、鳩公園、鳩公園もね、あそこもなんかイベントあるでしょ。ちいちいやってますね。あ、小さくないですね。頑張ってるよね。頑張ってます。しかも五反田も商店街にこうポツッポツッとこう一個ずつね、イルミネーションが一個ずつ増えていくみたいな。はい、ちょっとね、街灯を増やしてほしいなって思いながら。そっかそっか、道が明るくなるかな、いいと思います。で、音楽もちょっと流れちゃったりなんかね、しますよね。街がね、ちょっとキラキラしていい感じにね。てか、よよちゃん、髪切ったよね。ちょっと、女神でいいともだから、ちょっとその辺ちょっと、いいともっぽく。髪切って似合ってるね。ありがとうございます。なんか、今年の、今年の汚れ汚れじゃないな、今年のなんつんですよね、みそぎなんだ、今年のなんか今年のうちにみたいな。あ、そうなんだね。はい、やっちゃいました。素敵素敵。いいですかね。でもだいぶ髪の毛が乾きますね、早く。ねえ、そうかもね。早く乾く。シャンプーもワンプッシュでいいみたいな。あ、そっか、じゃあ経済的にもお得。はい、そっか、経済的にもありがたいです。シャワー量もね、少なくて済むのかな。本当です、本当です。そっか、参考にさせていただきます。でも綾瀬は美容院が多いんで。あ、そっかそっか。そうなんですよ。毎回なんかね、足立区結構多いね。多いですよね、美容院。そう、北千住もなんか新しい店できたなと思うと美容院さんだったりで、ね、なんかちょっと最近あれ表参道とかより多いんじゃないですか。ね、どうですかね、おしゃれタウン化してるんじゃないですか、足立区。北千住はね、ちょっとレベルが違いますよね。いや、そんなことない。一緒です、一緒です。一緒ですか。私は編集長と違って一緒だと思ってる。今日はね、編集長不在の中、はい、ね、こう進めていかなきゃいけないってことで、ね、ちょっとなんかこの場にいらっしゃらなくてね。ね、寂しいんだけれども。じゃあ、どうですか。じゃあ早速、何、足立経済新聞、そうか、足立経済新聞が、じゃあそもそも何かをね、またここで改めてご説明させていただきますと、なんかね、町の皆さんがこう、ほっこりなるような、心温まるような、くすっと笑えるニュースを中心にご紹介をさせていただいております。ね、なんかしかもね、さっきちょっとね、編集長からもいいお話があって、なんかママさんたちが困ってることがあったら、まあこれを、なんだろう、コミュニケーションツールにして、なんかいろいろつながりも持っていただけたらななんていう熱い思いもあったんだなと思って、ちょっと感動しました。いいですね。子育てしやすい街で推してますしね。そう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 、ぜひぜひ。そうですよね、子育てパレットさんもありますしね。いいと思います、ね、だってなんか、葛飾さん、葛飾区のママさんの、あのお手伝いでちょっとダンスを教えに行った時に、足立区はイベントがあっていいですねってすごい言われて、葛飾区は全然ないんですって。本当、そうなんだ。なのでありがたいなって思ってます。そっかそっかね、これからもね、足立区の情報ね、お届けしたいですね。うんうんうん、ではでは、早速手元にですね、この11月の記事のランキングが届いてますので、いつものように皆様にお届けしたいと思います。今回ね、5位まで届いてます。はい、はいはい、では行きますよ、第5位、足立で最強の母ちゃん決定、ほうほう、親子ハロウィン仮装体育祭でチーム戦ということで、この記事を書いてくれたのが中村記者です。あ、ようこそようこそ。今日はふーたんはねんねんしてる。ふーたんはねんねですか。いい子だ。目目開いてるね、でも。おはよう。お、すごいですね、これ。最強の母ちゃんってフレーズがすごく足立区らしくっていいなと思うんですけれども、もしかして参加なんかもされたんですか、イベント。行ってきました。おお、どんな感じでした。秋といえば、体育祭、10月といえばハロウィンということで、そうだそうだ、体育祭とハロウィンを一緒にやっちゃおうというイベントで、楽しい。なおかつ、ママたち、全力でやりたいよね、いいねっていうことで、最強の母ちゃん決定しましょう。あ、すごい。ちなみにどんな母ちゃんが最強に。ちなみに、チーム戦だったんで、誰が最強っていう感じでもないんですけど、チームごとに本気で、本気の戦いをしまして。種目とかはどんなことが、何だったかな、段ボールに子供を乗っけて、雑巾掛けのような体勢で押しながら
リレーをやったりとか、結構寝つかれるよね。ママと子供の肩と背中にテープを貼って、うん、こう騎馬戦じゃないですけど、子供を抱っこしたままみんなでテープを真剣に取り合う、すごい。その他にも、うん、その足立区で活動されてるお母さんの、うん、リトミックとか、うん、ダンスの時間があったりとか、楽しそう、うん、かなり皆さん汗をかきながら、しかもだって仮装しながらやってるっていうことでしょ。あれですよね、お風呂スキーですよね。私はお風呂スキーでなんか手作りで作ったんですよね、衣装。そうなんです、すごいと思う。他にはなんかどんなすごい不思議な格好の方とかいました？主催のリーダーは顔がゴルゴで、うん、頭から下まで大根の巨人という出立ち。怖い。え、その人が最強の母ちゃんですか？その人は主催である意味最強の、あとはもう子供たちみんな可愛い格好でちょこ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 歩き回って。あ、そうなんだ。いいな、すごい楽しかったです ね、うん、足立区のお店さんとかも結構協賛してくださって、はいはい、優勝したチームの一部には、うん、その北千住のオムライスのお店、うん、キッチンエグスさん、はいはいはい、美味しいですよね、あそこ。そこもみんなにクーポン来てたから、あと北千住の駅前のピッツァアローロさんの1000円のクーポンチケットが優勝の一部の方に来てたんですよ。すごい嬉しい、豪華豪華な商品もあり、ね、すごいですね、うんうん、そうか、その仮装大賞の親子とかも決定したりとか、はい、ちなみに大賞さんはどんな入れたちで？大賞さんはお母さんが魔女だったかな、うんうん、可愛らしい黒の衣装で、お子さんも一緒に仮装されてて、うん、すごい親子で可愛いスタイルの、そうなんだ、はい、親子でした。いいですね、うん、なんかねこれからもねこういう素敵なねイベントね、うん、たくさん企画していただいて、そしてあのこの世の皆さんにもね、はい、記事としてお届けしてもらえたら嬉しいなと思います。中村記者ありがとうございました。バイバイ。かわいいね。バイバイ。いい子だね。そうですね、おとなしいね、お目覚めって感じ。そうそう、ちょうど寝起きで、ね、私なんかテレビ出てるみたいな感じになってたね。あ、じゃあね続きまして第4位進みますか？大丈夫ですかこれ、うん、おおおそっか、じゃあ先に CM 挟みます。どうします？そうしましょうか、はい、じゃあ第4位からは CM の後、うんうん、はい、お楽しみにしてください。小野光平と申します。27になります。静岡県の伊東市、勤務してもう7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入ってきて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は、僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。はい、CM 開けましたね、はいはい、この番組は株式会社キャン、ネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。 cws@senju.com までメールをしてください。してください。さてさて、後半も始まりましたね。はい、では先ほど5位まで紹介させていただいたので、あの4位、はい、4位いきましょう。はい、第4位、
千住の飲食店52店舗を収録するグルメブックプラマチノート観光ということで、イエイエイ、この記事はまあ高橋記者が書いてくださったのですが、はい、ちょっとねあのお見えになってないので、はい、このプラマチノートの紹介を私たちで紹介させていただきたいと思います、はい、これ、1000円で販売されてたんですけれども、発行が9月28日 で、はい、であの利用期間がまあ10月1日から11月30日までだったんですけれども、はいはい、すごいんですよ。1000円で買ってで、なぜか中でこう500円引きになってたりとか、なんか全部で確か全部使い切ると数万円ぐらいなんかお得になっちゃうガイドブックだったんで、うん、すごい、そう、ただ残念なことに、うん、11月30日でそう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 、クーポンの期限は、ね、終わってしまったということで、でもね中身がすごく充実しているの で、 そうですよ、ガイドブックとして使えるのですごいんです、うん、いっぱいいろんなお店がてか、そうそう、北千住すごいですね、こんなにお店がめちゃめちゃあるんですよめちゃくちゃありますよ、そう、美味しそうなお店ばっかりで、もう見てるとお腹空いちゃう感じなんですけど、さっき記者の方も言ってましたけど、うん、はい、すごいですね、リンリンさんラーメン330円、元からだって安いのにこれおまけしてくれちゃってるっていうことですよ ね、 どんだけ良心的なんですかね、しかもこういろんなお店が載ってるから、そうそうそう、このノート一冊持ってるだけでちょっと、ね、うん、そうなの、楽しそう、うん、カレー屋さんだったりとか、このラーメン屋さんだったり、でラーメンのね記事もねすごい人気ありましたもんね、いろいろマタドールさんとかもね、そういうお店もこう載ってたり、はいはいはい、いろいろね、なんか地図付きなので本当にすごく一冊持ってると便利かなと思います。ユミさんは足立区生まれ、うん、足立区育ちですか？生まれはね、あの西東京なんですよ。あ、そうなんですね、はいはいはい、でも足立区にずっと、うん、そう長いです、はい、こうもんじゃの文化が私にはないんですよ、うん、もんじゃか、なんかね千住はなんかちなみにぼった焼きとかって言うんですよ、そうそう、なんかちょっとね変わった文化、ほぼ同じもんじゃなんですけど、そうぼった焼きってなんか呼ばれて出してるお店なんかも多い、なんか皆さん上手に作れるじゃないですか、はい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 、土手とかね、そう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 、すごいなと思って、そう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 、なんかこう鉄板奉行みたいにね、すごいです。今もなんか駄菓子屋さんでこう焼かせてくれるところなんかもあるんですよ、駄菓子屋さんでもんじゃ、そうそうそう、もんじゃ、皆さんのお近くでそういうもんじゃ屋さんってあるかな、足立区内にあります？特に聞かない感じですかね。私は静岡出身なので、うん、駄菓子屋さんにおでんがありました。なるほどね、そうそうそう、うん、おでんか、おでん、おでん、そっかそっか、そういう感じなのかも、じゃあこっちの、そうなんですよ、うん、そっか、皆さんの子いないならじゃあ今度取材に行ってみようかなみたいな、記事にしてみようかなみたいな、ぜひぜひねー、あー、やりたいもんじゃ、うん、そう、いろんなね、あ、もんじゃやりたいね、やりたい、それもいいね、ぜひぜひパーティーしましょう、はい、ぜひぜひじゃあ、はい、続きまして、はい、第3位、千住で日本酒飲み放題イベント、はい、足立日本酒祭り関東の10蔵元集うということで、これも書いてくださったのが高橋記者なんですけれども、はい、これいいです、日本酒酒飲み放題、あ、最高ですね本当ちょっとやばいですね、うん、私は熱燗好きなんで、うん、あ、そうなんだ、はい、ね、うん、私も好きだけど、うん、いいですね、ね、10個の蔵元ね、いろいろね、うんうんうん、そう、あの酒合戦とかいうイベントもね、あの千住の方で昔からあるものなんですけれども、うんうんうん、ね、なんかそれを多分こうなんだろう、フューチャーして、うんうん、あのこういうイベントが行われたんですよね、すごい、うん、関東で10蔵元って結構ねすごいですよね、うん、いいですね、うん、まあね、どんな蔵元があったのかなっていうのは、まあ、皆さん記事クリックしていただいて、はい、細かいところはこうチェックしていただけるといいのかなって思いますね、ぜひぜひ、うん、どう、日本酒についてもっと語りたいことあります？いや大丈夫、熱燗が好きです、あ、そこね、さっきも言ってたね、うん、冬は熱燗です、そうだそうだ、温まるからね、はいはい、うん、そう、正月も来るからね、はい、こうね、うん、一升瓶とかね、あ、うん、大事だよね、糖分が多いので気をつけようと思います、そうそうそう、ね、冬だしね、ポンポンポン、いや、じゃあ踊ってるから大丈夫ではい、ね、はい、じゃあね、2位いきますか、はい、お願いします。では第2位、千住のバーガー店サニーダイナーが10周年、
西海岸に逆輸入出店したいということで、はい、これは、はい、私が書かせていただきました。由美さんが書いてくれました。ありがとうございます。はい、このサニーダイナー、うん、さっきも記者の方が言ってましたけど、はい、待ち時間があるぐらい美味しい。2時間ね、並んだって言ってましたよ ね。お子さんも一緒にペロッと食べちゃう感じ、ね、すごい。2時間頑張って偉かったねお利口だねいやでもすごいですね、うん、はい、なんか普段も結構まあ並ばれてるお客さんがすごい多いお店、へー、はい、そうなんだ。なのでちょっと私もあの子連れでね入ること大丈夫かなと思ってたんですけど、中に入るとねソファー席もあったりとか、へー、ね、あのこのねオーナーもお子さんがたくさんいらっしゃるので、うんうんうん、あのすごくあのなんだパパ目線で優しく絵本なんかも置いてくださってたりで、うんうんうん、本当にご家族連れの方とかご老人の方もたくさん来ていただきたいという思いがあって、うんうんうん、そうなんですよ。すごい方なんですよ、すごい。オーナーの60カ国旅してて、はい、元ミュージシャンなんですけれども、なんかちょっと自分探しのためにちょっと60カ国回ろうと思って、そこでなんかあのこういう美味しいバーガーに出会って、あれってなんか町にないな俺の町にはみたいな感じで、でこう作ってくださったんですけれども、そうすごいんですよ。でこれあの10面ダイスってサイコロがあって、はいはいはい、それをこう転がして3が出ると、はい、これサニーダイナーの3にかかってるんですけども、はいはいはい、そうすると、まあ、あの全額タダになるっていう、まあ、上限は10万ぐらいとかいくらかあったんですけど、いいですね。ちなみにどうでした、あのサイコロ振ってみました。なかった、ね、なかった。あ、本当に。あ、じゃあもしかして、そう、11月いっぱいまでって予定だったので、結構早めにね、大人気すぎて終了してしまったのかもしれないですね。実際こう、うん、他のチェーン店と比べて、はい、ポテトとかどんな感じなんですか？なんかもうカリッカリで、なんかすごいこだわりなんですよ。そう、オーナーがお客様の声をこう拾って、あの、あ、これが一番じゃあ人気があるからこれにしようっていうことで、そのスタイルにしたそうです。美味しそう。ぜひぜひ、はい、あの千住にあるの で、 そうですね、行ってみてね、行きたいな、はい、皆様も行ってみてください。なんかあの詳しい住所とかは、うんうん、あの記事に載ってますので皆さんクリックお願いいたします。足立経済新聞、はい、お願いします。お願いします。はい、では、はい、あっという間に、ね、来ましたよ来ましたよ。最後は第1位、足立40円ラーメン。ラーメン菓子に天かすだし汁、28年続く味ということで、この記事を書いてくれたのは佐藤記者です。佐藤記者、イコリンさん、はい、いらっしゃいませ。この神殿を世界に広める女イコリンがやってきましたよ。神殿やばくないですか最近。やばいよね、トリュフ来たと思ったら、ね、何今度40円だね。このカクさんすごいですよね。ヤフー乗ってんのイコリンさんだけでしょ。頑張ってるすごい。しかも昨日誕生日おめでとうございます。10分満帆ですね。めでたい女だね。なんかこう、あやかった今日さ、弥生ちゃんいるから楽してるから、あっちでハーッとかしてやっぱりイコリンさんがね、こうね、いてくれたとすごい安心して、癒しのパワーが出てて楽になった楽に、ね、なんか、ちょいちょい視線に映るんですけど、これが噂の、ごめんね、これが噂の古物油、これ、古物、映ります映ります。こういうの、ね、これ小物湯ラーメンって結構ボリュームありますよね。実は小さいんですけど、あ、そうか、これがそう見えるこのぐらい、まあ、40円です。でもおやつだからね、十分。ラーメンの、うん、天かす入ってる。ごめんね、こんな感じよ、うん、あ、これこれがほら、これ見えます、これ。あ、お腹空いてきた。ラーメンと天かすで、うん、それでね、このおばちゃん、映らなかった大丈夫大丈夫。あのね、弥生ちゃんがさっき言ってた、はいはい、あのほら駄菓子屋でおでんって言ってたんだ、はいはいはい、このおばちゃんも駄菓子屋でおでんやってたんだって。うまくつながってる。そのおでんの汁をね、うん、あの途中でネタがなくなっちゃって、うん、あのネタを買う場所、買う人がいる、はいはいはい、なんかちょっと
あの買えなくなっちゃって、で出汁の昆布がすごい余っちゃったんだって。でその昆布をどういうふうに使おうかなと思ってて、で醤油につけたりなんかしてるうちに出汁ができたの、うん、あーすごい、ね、でその出汁だから昆布つゆって言うんだけど、うん、でそのつゆをここの最近今見せたラーメンのか、うん、なんて言うんだろう、ちょっとお菓子っぽいラーメン、うん、スナック麺みたいな、そうそうそう、うん、それにあの天かす入れて、うん、それでその出汁をかけて、美味しそう、美味しそうですね、それが40円、ねえすごい、なんかあの生地の写真とか拝見しても子供たちがこう一生懸命食べてる様子、もう本当に駄菓子屋でみんなが食べるみたいな感じ、うん、ソウルフードですよね、神殿の。面白いのが、うん、あのね、豚骨味はね、この、このだ、この、あ、見えなくなった粉映ります、これペットボトルの液体ですか、怪しい粉なんです、はい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 、これをおばちゃんが入れてくれて白い粉を入れてくれる、そうすると、うん、豚骨味になる、うーんすごい、であのちょっと大盛り100円とかでね、うん、そしておばちゃんがすごい優しくって、うん、あの1個ちょっと食べさせてあげるって作ってくれた後に、うん、食べ終わる頃、うん、あ大盛りもいるって言って大盛りまた出てきてワンコラーメンみたいな、またみたいな感じで、結構あの濃い味なんですけど喉乾く、頑張りました、はい、なんかこういうお店うちの周りにはないの で、 そうですか、新店は本当すごいな、なんか行きたくてしょうがなくなってる、ね、方たくさんいるんじゃないですか、そうやってね、駄菓子屋さんあのね、うん、あのなんだっけ、天草、うんうん、天草を使った、はい、あのところてんを、あ、はい、手作り、美味しそう、これもね、うん、食べれるようにすごい、11月からやるって言ってたけど、おばちゃん次第なんで、じゃあまたこれ記事にして、もしかしたらどうかな、そうですね、うん、あのね美味しいです、これも、とっても楽しみ、また破格なのかなもちろん、すごい、これも楽しみ、いやいや神殿は本当いいな、はい、なんか、はい、広いですね、いい街です、そっか、だってあれですよね、あの有名なテレビ局さんともニアミスしたって、そうなんです、うん、そうなんです、ちょっと有吉なんちゃらっていうやつがちょうどあの私が取材に行った日に、うん、あの取りに来てまして、はいはいはい、ハンバーグっていう人が来てたらしいですでその後取りで来てたんですけど、うん、一緒になりまして、ね、私が食べてるところもちょっと後取りで取られたんでテレビでもしや映るかと思って見てたけど映んなかったんで、うん、ね、でもね、逆取材されてたってことですよね、すごい面白い、ね、やっぱそれだけ神殿が今熱いってことですよ、はい、ね、その火付け人がイコリンさんですよ、イコリンさんすごい、ね、すごい本当に、またね、来年もね楽しみですね、これ頑張ります、うん、はい、よろしくお願いします、そうですね、せっかくですから、うん、映れる記者様は皆さんこちらに来てね、いただいてね、年内最後のそう、ね、放送ですから、うん、デスクいかがですか、あ、そうですよ、大久保さん、逃げちゃって、ね、ほら大久保さん、ほら入ってくださいよ、今回で最後みたいで、ね、そう卒業されてしまうんですよ、ね、我らがデスクが、デスクなしではね、記事なんか到底私たちのアップできなかったもの、本当にありがとうございます、ありがとうございました、すみません、なんかもう熟女に囲まれてなんかあの、はい、今までのこのご感想とかないですか、はい、実は足立経済新聞がですね、はい、他の編集部と一つ全く違う方向に行けたなっていうのは何かっていうと、どこの編集部よりも生活感のある媒体になったなと思います、本当にそういう何ですか、足立経済といえばこれみたいなものが作れたのが本当に嬉しいです、ありがとうございます、これからも、はい、お願いします、ありがとうございます、これからもね、社会でこの力を生かして頑張ってください、ありがとうございます、では、あっという間に30分過ぎたんですけど、本当、ね、今年最後の最後の放送ということでね、また次回はまだ未定なんですけど、うん、多分第一金曜日になるかな、でもでもほら、うん、お正月とか、あ、そっか、お正月が入るね、はい、次回はまだ未定なんで、うんうん、じゃあお楽しみにしてます、金曜日はつけてください、うん、そうそう、必ず11時半見てください、金曜日の午前中つけてください、うん、よろしくお願いします、お願いします、ではあれですね、皆さん、メリークリスマス&良いお年をで締めますか、そうですね、ね、はい、では、せーの、メリークリスマス&良いお年を、笑えたのはいつだっせ。